皆さんこんにちは茨城オンラインスタディイバスタの時間ですこの動画は中学校3年生の数学三平方の定理2時間目の内容ですこの時間は9時間あるうちの2時間目三平方の定理の使い方ですこの時間の目標は三平方の定理を利用して直角三角形の辺の長さを求めるになりますそれでは始めていきます前回学習した三平方の定理の確認です 3つの辺の長さの関係を表した式になるので3つのうち2つの辺の長さが分かれば残りの1つの辺の長さも求めることができますちなみに式を作るときに定理に注目をしてほしいんですが A2 乗と B2 乗を足したら C2 乗になるつまり C2 乗に注目をすることが大事になります C というのは直角三角形においては斜辺になるので 斜辺に注目をして式を立てていきましょうでは1つ目の例題です求めたい辺 BC の長さを x としましょう斜辺が x になるので斜辺の2乗, x の2乗イコール =8 の2乗足す6の2乗という式が成り立ちますこれを計算していくと x2 乗イコール =100 x は100の平方根になるのでプラスマイナス10ですが長さはマイナスはおかしいので x は10つまり BC の長さは 10cm となります2つ目の例題です求めたい BC を x としましょう先ほどの問題との違いは何でしょうか先ほどは斜辺が x になっていたので x2 乗イコールという式を作りました ただ、今回は、斜辺が4になっています。なので、式は、x2 乗プラス2の2乗イコール4の2乗という式になります。これを計算していくと、x2 乗イコール12、ルート √12 なので、2√3。BC の長さは 2√3 ということになります。斜辺に注目して、式を立てるようにしましょう。 X が入っている方を左辺にして式を立てると移行も簡単になるので計算がしやすくなります練習問題として次の2問を解いてみましょうこの後解説をするので一度動画を止めて解き終わったら再生しましょうでは確認していきます 斜辺が17になるのでその他の2つの2乗 x2 乗足す15の2乗イコール17の2乗という式になりますこれを計算していくと x2 乗イコール6464 64の平方根なので x は8となりますちなみにここの計算ですが15の2乗と17の2乗を計算をするのではなく 15の2乗を移行することによって17の2乗マイナス15の2乗という式を作ることもできます。この形に見覚えはありませんか ?x2 乗マイナス a2 乗因数分解の公式で x プラス a、x マイナス a というふうに因数分解をすることができました。これと同じように式を 17プラス1 5る1 7マイナス15という式にすることができます。こう計算すると大きい数字にしなくても済むので計算が簡単になります。では括弧2を見ていきましょう。括弧2は斜辺が x になります。式は x2 乗イコール5の2乗を足す5の2乗。計算をしていくと。 x は5ルート2になります。次の問題です。直角三角形の直角を挟む二辺の長さを a、b、斜辺の長さを c とします。下の表の空欄に当てはまる数を求めなさい。ここで一度動画を止めて解き終わったら再開しましょう。では解説です。 注目するべきは斜辺、C の値、ここに注目をしましょうまず括弧1です求めたい部分を x とすると a が 3b が 4c が x となるので式は x2 乗イコール3の2乗足す4の2乗計算をすると x は5になります括弧2です 求めたい A の長さを x とすると、斜辺が7になるので、x2 乗足す5の2乗イコール7の2乗という式になります。これを計算すると、x イコール 2√6 となります。最後に、括弧3番です。求めたい B の長さを x としましょう。斜辺が29になるので、x2 乗足す21の2乗イコール29の2乗となります。 ここで先ほどの考えを使うと29の2乗と21の2乗を計算をするのが大変なので21の2乗を移行することによって因数分解の考えを使いましょう29たす21で5029ひく21で85かける8で400このように簡単に計算をすることができます答えは x イコール20になります この時間の学習を振り返りましょう。三平方の定理の使い方を学習しました。斜辺に注目して式を立てることが大切でした。ここからは練習問題の時間です。この六問をやってみましょう。目標時間は三分です。解き終わったら動画を再開してください。では答えの確認をしていきます。 まずはカッコ1からカッコ3です。斜辺が x になるので x2 乗イコール3の2乗足す6の2乗という式になります。計算をすると x は3ルート5となります。カッコ2は斜辺が3になるので x2 乗足す2の2乗イコール3の2乗という式になります。計算をすると x はルート5。最後です。 斜辺がルート15になっているので、x2 乗足す3の2乗イコールルート15の2乗。計算をすると、ルート6になります。括弧4から括弧6です。斜辺が x になっているので、x2 乗イコールルート3の2乗足すルート5の2乗という式になります。答えは、x イコール2ルート2。 括弧5は斜辺が8になっています。x2 乗足す4の2乗イコール8の2乗。答えは x イコール4ルート3。最後は25が斜辺。25と20で数字が大きいので、先ほどの因数分解の考えを使えるといいでしょう。20の2乗を移行して、25の2乗マイナス20の2乗。因数分解をすると、4 5か2る 5になりますここで掛け算をしてもいいんですがそうすると数字がとても大きくなってしまうので例えば45を 9×5 というふうに分けておくとルート 9×5×55×5 の部分でルートの外に5が出てきます9は3の2乗なのでルートの外に3が出てきます 3×5 で答えは15 このように計算ができるといいでしょう。答えは x イコール15になります。以上でこの動画は終わりになります。次の時間は3番、三平方の定理の逆です。2時間目お疲れ様でした。最後までしっかり学習してくれてありがとうございました。